インフラレッドライトセラピーの後のスキンケアについて今日は話します。今日はね、近赤外線ライトを30分ぐらい顔とデコルテに当てて、その後シャワー浴びて、でロクシタンの化粧水で肌を整えてから、その後今日はアクアレーベルのバウンシングケアミルク、これをたっぷり顔とデコルテに塗って、リンパマッサージして、こっから耳の後ろに流して、下に流して、肩に流して、脇のリンパも押して、リンパマッサージして、その後コラーゲンアイゾーンマスクをいろんなとこに貼りました。これね、アメリカに住んでる人はアマゾンで、いくらか忘れたけど、すごいお手軽な値段でした。で、唇はいつもオイルペンで最近保湿してます。これオリーブオイル、ローズマリーオリーブオイルを入れてます。オリーブオイルだからね、食用の、気軽に塗れるし、なんかリップ食べてる気分にならないから、すごくいいです。敏感肌でね、香料とかに反応する人にも、オリーブオイルで、スキンケアするのすごくおすすめです。でね、美白したい人はこういう韓国系のアイマスクでビタミン C 入りのが出てるから、グルタルあれを使うといいと思います。すごい、フェイスマスクとか、アイマスク、グルタルの、フェイスマスクとかアイマスク、すごい剥がすと白くなります。で、ちょっとね、このアイマスクが乾いてくるから、乳液とか美容液を浸透させるために、ミストを当てます。このね、お水入れて何回も使えるミストもすごく愛用してます。目の保湿もできるし、フライトするときもすごい便利です。水さえあれば、ミストが出るので、で、充電して何回も使えるから、水が入ったスプレーより、経済的だと思います。で、乳液とかさ、フェイスマスクとかつけても、だんだん乾燥してくるじゃないですか。ああいうのを防ぐためにも、ちょっとミスト当てながらフェイスマスクするのおすすめです。あったかいね、ミストは、お風呂に入る前にパーって当てて、毛穴を開くと、顔を洗ったらすごい、気持ちいいです。毛穴の汚れとかがね、毛穴開いてから洗うと、綺麗に落ちます。小鼻とかね、気になる人は、あったかいミストを顔とか首とかに当ててから、シャワーを浴びるのがおすすめです。でね、インフラレッドライトセラピーすると、顔は乾燥するんだけど、肌の内側からコラーゲンの増殖を促進してくれるので、肌の表面はちょっと最初乾燥する感じがするんだけど、後々数日経つと肌がふっくらしてきます。だからインフラレッドライトセラピー、家でする人は、保湿ケアが重要です。でもね、ライト当てる前は何も肌につけれないので、私は、週に2、3回しかスキンケアしません。基本、寝る前にインフラレッドライトセラピーする日は、もう何もつけないで、もう肌断食の日として、多少肌が乾燥しても気にしないで寝ています。でね、毎日スキンケアいろいろしてたら疲れてくるし、精神的に疲れてくるし、寝ることが何よりも一番多分肌にいいので、もう疲れてる日は、シャワーで、もうとにかく頭と顔だけ洗ったら、ベッドにダイブして早く寝るのが一番いいと思います。睡眠時間を確保するのが一番大事だと思います。でね、おやつにアーモンド食べたり、アボカド食べたりして、良質なオイルとマグネシウムを補給することもすごく、肌には大事です。でね、マグネシウムをしっかりとってるとね、生理痛が本当になくなります。よもぎ茶もおすすめなんだけど、やっぱりマグネシウムが一番筋肉を弛緩するのに重要な栄養素なので、あと骨を丈夫にするのにも重要な栄養素なので、おやつに焼きアーモンドもすごく肌にいいし、確実に体に吸収されるのでおすすめです。またね、焼きアーモンドの作り方も私の YouTube に上げてるので、よかったら参考にしてください。オーブンで焼くだけです。でね、焼きアーモンドっていうお菓子、コンビニで売ってると思うんだけど、あれよりもう生のアーモンドを大量に買って家で焼いた方が全然美味しいです。なんか話が長くなっちゃった。
とね、髪をオレンジに染めたから、すごいエドシーランみたいにオレンジ。今日は動画見てくれてありがとう。またインフラレッドライトセラピーについての質問があったら受け付けます。これね、剥がすとふっくら、うん。スキンケア用品はね、ケチケチしないでスキンケアするときは本気で、もうたくさん使うのがおすすめです。またねー。